村蔵之介の妻、養蜂の頃京都民間のトマトソミを築いた中村蔵之介の妻で、当時流行した女性たちの衣装比べで抜群のセンスが出て評判になった。それはその時の衣装を持ったことです。後ろに琴音姿の橋本を見せた。お菓子は